さあ、行くぞ。くれくれうるさいからな。違うマシンが。ちょっとゴリゴリ言うとゴリゴリ。700ぐらいはありますね。700キロ、800キロぐらいは多分あります。これ1トンないんですか？これない。あります。じゃあ1トン200とかの馬ってこれより大きいんですか？もうちょっと気持ち大きいですね。すごい。で、焼きそばありますので、ちょっとそれを食べて対決していただく。
から。はい、今から、はい、もう出てきましたよ、出てきました。今お昼ご飯食べたばっかりです。お腹いっぱいですか？はい、もういいですよ、もう無視でも知りませんよ。いいですか？おー、もうすごい。じゃあ、よーい、スタート。お、すげえ。あれ？え、いける？あれ？いけちゃった？うわ、いけてる。え、むせないですか？いけちゃう？あ、いけちゃった。自己紹介をお願いいたします。はい、飯塚オートでですね、あのイメージガールを勝利の女神っていうんですけども、あの私は5代目勝利の女神をしております。そしてですね、あの業務といたしましては、それでこのお時間は一緒に予算をしていただくということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、10レース、私はこちらです。はい、はい、8番勝利の星です。はい、完全に名前で選びました。あはい、飯塚オートで勝利の女神しているので、はい、勝利の星っていう名前があったので、はい、ちょっと縁を感じたので、うん、はい、頑張ってほしいです。前にしたのイベント今日やったじゃないですか、はい、オープンイベントの時に竹富がいるからこの衣装にしたんじゃないか、紫と白で。あ、そうなんですね。そうなんですね。しましまブラザーズに一緒に入ってくるのかなと思ったら違うんです、あれがもう本当の飯塚オートの衣装なんですね。あ、はい、そうです。Oh.